おはようございます。おはようございます。今日は東寺園フェスが9月16、17、18であるということで、いろいろ素材っぽいやつを仕入れてきました。はい。でその中でちょっと今日はこの黒松ですね、値上がりの黒松を第1章、10個ぐらい入れてきましたので、はい、これをちょっと季節の作業ということで、今目切り後の目かき、目かきっていう作業があるので、それを説明しつつちょっと盆栽っぽくして、フェスで買ったらこういう盆栽作れるよっていう動画にしていこうかなと思います。なるほど。大きさがですね、大体これと、ここがね、あとこういう大きいやつ2種類あります。まあ、ちょっと今日はちっちゃいやつでやっていきたいと思いますので、目かきと、まあ、ちょっとした剪定と針金をして盆栽っぽくしていきたいなというふうに思います。どれしましょうか。どれしましょうか。目がいっぱい出てるやつが説明しやすいから。いっぱい出てるね。でも それすごいね。見、うん、してみましょうか。見しましょう。はい、これでやっていきます。はい、はい、お願いします。はい、じゃあやっていきます。はい、絶賛販売中でございます。はい、はい、じゃあまず芽かきの方をやっていきます。芽かき、はい、まあ、以前の動画でこういう説明をしたと思います。わかりにくいやつ。今は5本芽が出てる状態を指で指してます、はい、この状態でどれを抜くかっていう、ジェスチャーですね。はい、広田の法則で、広田の法則、はい、神田の法則です、ね、クイズですか。はい、これだからこの2つを残すんですか。そうそうそう、この5本あるうちの横横を残すといいっていうふうに思ってます、うん、はい、なのでこの場合上に出てるこの中指と親指小指は上下に出ちゃってるわけですね、うん、でこの人差し指と中指が横を向いてるので、この2つを残してあとは全部取ってしまおうっていう、はい、盆栽は基本二股で作っていって、こう阿弥陀で阿弥陀くじのようにこう続いているっていうのが理想なので、うん、横横でやるとこの先にまたこうなるって感じですか、ね、が枝のほぐれみたいな感じになるわけですね、はい、ちょっと阿弥陀くじっていうのがよくピンとこなかったんですけど、阿弥陀くじって二股になってないでしょ。そうバイバインですね。ドラえもんの、ドラえもんの、うん、こうすると家系図みたいな、なんかなんていうの、そうそうそう、家系図だと三股になる、そうそう、こうなっちゃう。たまにこっちからこう、そうね、こう来ちゃうけど、とにかく二股でやっていきます、はい、でこの場合、どれを、まあ、頭とかっていう、まあ、ちょっと難しいんですよね。この太い枝が今年ですね、だいぶ太ったでしょうね。おそらくこれぐらい目いったやつなんでしょう。それを切って今とんでもないことになってますね。すごい、はい、5本どころじゃない目になってるので、うん、これの大体中ぐらいの目を取ってあげるといいと思います。中ぐらいの目、大きいのと小さいのと中ぐらいのがあったら、はい、そうです。変な人こう あるとするじゃないですか、はい、そうすると中指はもちろん大きいですよね。大きいやつで親指もまあ太いですよね、うん、小指はちっちゃい、うん、人差し指と薬指って、まあ、中くらいずつを2つを残すと僕はいいかなと思います。じゃあ大きすぎるのと小さすぎるのを、まあ、取る対象にすると。そうです、そういう感じ、はい、はい、まあ、バランスを均等にするっていうことですね、うん、ちょっと分かる、この辺が分かるかな。まずね、新芽が3つ出てますね、これね、元気がありすぎて、うん、同じとこからね、これと、うん、これとこれ、はあはあ、要は芽切り前の芽が3つあったってことです。ここ、それ全部切ってるんですね、うん、だからこんだけ力が溜まってる、うん、なるほど。で場所もちょっとずれてます。だからこれをどうするかって考えるんですけど、どうしよう。でもとりあえずこの大きな取りましょう。大きな取りましょう、はい、お、はい、で横のちょっとちっちゃいのこれも取ります。で今ここの出てるところにもう二股になってますね、うん、これでいいかな。あとまずこれですね、うん、大きいのピッと取ります。間を透かすような感じですかね。でこれとこれが同じ位置から出てます。でどっちか残せばいいので、まあ、じゃあまずこれを取ったらこれを取ってあげる。そしてここにもう一個できました、うん、でこの下はねこれ残しとけばいいと思います。ずれてるので、ずれてるからね、はい、とりあえず大きいの、うん、ちっちゃいの、
あ、そんなに生えてんだ。はい。これとこれが同じところから生えてるって見方すると、これを取ろうかな、じゃあ。うん。一番欠けないやつ。そして同じところから2個出て、その上からまた2個出てるような感じになりましたね。ここに2個と、ここに2個。はい。普通はこんな出方はあんましないんですけどね。うんうん。新芽がまた、その先から2個出てるとか3個出てるとかあんまないんですけど、これはこれで儲けもんみたいな感じで残しておきましょうかね、うん、そうするとこの先に枝がまた今度できるっていう感じですね。で、あとこの下に芽が1個あります。これは残しておきましょう。で、その下のちょっと、ま、芽がないようなフルッパ、うん、こういうやつ、はい、ここは芽があるフルッパなんですよ、うん、たまにこういうフルッパの間から、ま、受精があるとこの中から芽が出てくるんですね。こういうのはまあ儲けもんみたいな感じ、後々枝にできるようになるので、逆にこの芽がないようなフルッパは取ってあげるとすっきり見えると思います。こういうの。で、この時はピンセットで抜いてもいいですし、まあ、気になる人はハサミで切ってあげると、まあ、木には優しいですね。で、上の方のフルッパも取ってあげるとまあ綺麗にはなるんですけど、ちょっと、この芽の弱さだと今全部取っちゃうと新芽に影響出やす出る気がするんで、うん、まあ、ちょっとこのままにして先端だけちょっと短くカットしてあげようかなと思います、ね。はい、で、次の部分見ていきますか。すごいですね。まず大きいの取りましょうか、うん、はい、取った。で、中くらいが1個残りました。で、その次にそこからまた下に間が空いちゃってるんだな。間に 1,2,3,3 つぐらい芽が出てます。ちょっと分かりづらいかもしれないけど、これはまあちょっと一番元気そうなの取ってあげるかな。ああ、残しておいてあげるかな。これだけ残して、うん、こんな感じ、はい、で、次この辺もいっぱい出てますね。ただこんだけいらないと思うんですね、枝って。後々多分この辺は内側になる枝なので、内側に なりそうなこういう芽、木の内側ってことですね、この、うん、はまず取ってあげる。取っちゃう。で、同じようなのが3つ続いてますね。なのでこの辺も一番、まあ、丈夫そうな芽を残してちっちゃいのは取っちゃいました。で、多分どうせまた出てくるんですよ。まだ出ますか。うん、こんだけ元気なんで、うん、で、同じようにフルッパーを取って、で、次ここにもある。ここにこの辺の芽は大きいですけど、うん、この枝をはっきりさせるためにちょっと強く残しておきましょうかね。なるほど。ここも一緒に出ちゃってるんだな、これが、うん、どっちがいいかな。こっち切っちゃおうかな。これ取っちゃいます。ピッと、はい、そうするとこれがね、生かせるかな、はい、まあ、変なし、来る前だと呼ばれるような同じところからいっぱい出てるっていう問題は解消できましたね、はい、で、下のこのフルッパ短いじゃないですか、うん、こっちの葉っぱは長いですよね、はい、この葉っぱをちょっと調整して同じような長さに変えていきたいと思います、はい、2倍ですよね。そうですね、はい、でもざっとでいいので、こう長さを合わせるような感じでやってあげるといいのかなと思います。で、その時はこの切り口なんですけど、やっぱり茶色くなります。まあ、それはしょうがないことで、若干茶色くなるのを抑えるには葉水をいっぱいやるといいっていうふうには言われてるんですけど、まあでもなっちゃうのはしょうがないと、フルッパだからね。そうそう。で、後々こいつらが大きくなってきますので、その段階でまあ綺麗に揃うんじゃないかなと。で、今はちょっと芽の差があると思います、大きいのとちっちゃいのの、うん、で、木の特徴としてやっぱり、まあ、太陽に近いような上の方が元気になりやすいので、まあ、後々大きさは一緒になるんじゃないかなと思います、ね、うん、こいつらとこいつら、まあ、こいつはちょっとでかくなるかもしれないですけど、うん、そうですね、まあ、でも枝としてしっかり作っていきたいような場所から出てるので、うん、それはそれでいいのかなと思いますね。こんな感じですね。芽切りは処理は、はい、これはだから時期は今8月末か、もう末ですね、8月末、9月ぐらいにちゃんとね固まってくるんですけど、本当10月とかまでにやってもらえればいい話ではあるんですけど、ただ本来行ってほしい芽に力を生かしたいんですよ。あんま遅すぎるとそう、もったいない、もったいないっていうか、うん、
もうちょい早めにやってあげた方がいいかなと思います。はい、9月ぐらいに。そうですね、やってあげた方がいいと思います。はい、まあ、目によってはもっと早くねやってあげたりとか、うん、どっちかっていうと大品というか大きいやつだともっと早めにやらないといけなかったりとか、はい、あるんですけど、早めにやってあげることによってこの目切りした場所の太りが抑えられるんですよ。要は目切りしたからここから出るじゃないですか、3個とか4とか、うん、そうするとここがだん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 太ってくるんですよ、こう、うん、そうね、そうするとこうなんかドラえもんの手みたいになるわけですよね。うん、そうね。でも早めに切っておくことによって力がたまらずに、うん、スマートに綺麗な枝を作ることができるということですね。で次針金をかけていきましょう。最初にちょっとこの辺が分かりづらいのでこういうのを取ってあげて、こうすることに出し元がよく見えます。こうざーっと見た時に、うん、僕はこの辺が差し枝になるといいのかなと思います。うん、なのでまあ右流れに作れればいいのかなとは思うんですけど、立ち上がりとバランスでちょっと後ろに行ったような気になってます。でそれをちょっと回転させてあげたりとか、ちょっと工夫してこの間延び感とかをちょっと解消してあげるといいのかなというふうに思うので、ね、そういうイメージでちょっとやっていきますね。足元で言うとこっちはへこんでるんで、こっちだとお腹が出ちゃってるんですね。はい、まあ粘りもしっかり見えていいんで。そうですね。この足元に合わせてねじっていく感じ？ねじるっていうか、まあちょっとこっちに持っていくような感じかな。このここのスペースを埋めたいですね。この空いてる。これが 2.5 かな？かな？ 2.5 ですね。ちょっと長めで。針金を刺します。なるべくまあ後ろから刺すような感じにしてあげると綺麗にできると思います。時計回りに木をねじるから時計回転。ねじりの方向に。ねじる方向に。目をね注意しないと。そうですね。短かったですね。そして長めにつけましたね。長めにつけたよね。短かったですね。うん、もう一回いきましょうか。もう一回いきましょう。長めに。2本目は1本目の下から。いや、普通は上なんですけど。普通は上。このここが針金が上に多分通らない気がします。なるほど。下に通した方が。はい。なるべく間を空けないようにっていうのは意識してやるといいポイントですね。だから逆に空けるといいっていう考え方もあるんですけど、針金と針金の間の話ですね。そうですね。はい、まあ、見栄えで言うとそれとは良くて、そう、まあ、開けた方が効くんじゃないかみたいな。効くっていうか割れにくい、曲げる位置がなんだ、負荷が分散されるみたいなのかな。背中がいっぱいできる、うん。でこういう素材作りとかの場合だと、まあ、アルミ線で曲げた方がいいと思います。どうしてですか？グネ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 多分動かすと思うんで、うん、そういう場合に導線だったらもう一発で決まっちゃうっていうのが逆に難点であるので、はい、アルミ線でかけた方が、まあ、木にも負荷かからないですし。よし、はい、できました。はい、そしたら一回こっちにやってこう、うん、ここをもうちょっと行きたいですね。ここ鋭角にで、これを下げて、今ある曲線をさらに強化し、強化というか強くして、頭を作らないといけないんで。まあ、構想としてはですけど、はい、これが反対側に返ってるんですね。うん、まあ、出がちょっと上に来ちゃってるんで今ちょっとこう潰して、うん、なるべく、うん、出を下にしてあげたかったんで今ちょっとそこをやってあげたんですけど、それとこいつが、差し枝になるわけですね。うん、利き枝というか、はい、こう返るような流れの元になる枝。でこの辺が裏枝とかになるやつですね。でこれが頭で、流れは右流れなので、はい、頭も最後には右に返してあげて作ってあげると、うん、でこの段階から必要な枝をちょっと意識した方が、うん、出なんですよね。枝の出出るところが将来性を持ってあげないとちょっとやっぱりね硬くなっちゃうんで、うん、大きくなってからじゃ、
からこの辺にあったら、うん、こっち流れ木逆になってるんだもんね。そこ行く、ね、そう、木になります。これは帰ってるような木ですね。そうですね、はい、でこの辺は下に下げればいいので、ね、差し枝、そうそうそう、はい、下げて下げてね、作ればいいと思います。植え替えですか。じゃあちょっと、まあ、時期的にはねあれなんですけど、植え替えをして完成後こうなりますっていうのでやっていきたいと思います。はい、ちょうどいい、まあ、楕円の鉢があったので、うん、これを使っていこうかなと思います。はい、でやっぱりこういうガチリとしたような木なので、まあ、ちょっと縁があった方がいいのかなと思う。なるほど、その方が締まると思います。はい、分座分座分座に、ね、なんか時代乗ってる感じがね。最近あの、はい、外国の方の視聴者の方がよく来ていただいて、うん、来ますね。はい、まあ、インバウンドがね復活したっていうのと円安の影響で観光客の方がすごく増えて、うん、その関係で盆栽級を見てるって外国の方が結構いらっしゃるんですよ。結構週何人も来ますね。来ます来ます。みんなでも海外の人はフレンドリーですよね。フレンドリーですね。ハローカンターって来ますし、ハローカンターって、急に。でも台湾の方とか3組ぐらいいたな。うん、台湾もね視聴者さん多いです。そう、まあ、オーストラリアはもちろん多いんですけど、うん、まあ、アメリカとか、アメリカ、そのハローカンターの方はアメリカの方でしたね。うん、若かったですよ。うん、ありがたい環境でやらせていただいてますね。うん、ですね。こんな感じ、ね、はい、こっちの根をさばいていきます。で割ってるのはこの根上がりの松はね、鹿沼土に埋まってますね。まあ、元気が良さそうです。丁寧にやっていきましょうね。はい、この辺の白い根っこ、これ雑草です。松の根っこじゃないです。松の根っこはこの茶色いやつです。ちょっと鉢はでかいんですけどね、意外とちっちゃいのも入りそうだな。さすがに無理、ちっちゃいでしょ。これぐらいに入れたいですけどね、でもね。ああ、かっこいいかもしれない。これぐらいに入れたいけど、やめましょうね。そうね。でも入ると思いますよ。ちゃんと時期を考えれば、具合で。まあ、今でもできますけど。管理がね。管理がね、大変ですから。こんな感じでいきますけど、こっちにします。そうですね。はい、分かった人が多分大変なもんですけど。これも使おうかな。なるべく綺麗なやつ。あ、それ使ってるんだ、100均の便利です、これ。あ、便利。なるべく広げてやっていきますかね。根っこの間を通して固定しやすくしてあげましょう。カヌマはね、手が荒れますから、ね、酸性、酸性が強い。荒れるっていうか、ザラつく、ザラつき始める。でちょっと長く切って押さえてあげよう。こうやってね、入れてあげつつ、多いカヌマですね。はい、やっぱりこの4対6ぐらいの位置がいいですかね。そうですね。まあでもね、本当はこっちに寄せるんですけどね。でも寄せすぎるともう幹が出ちゃいますよね。出ちゃいすぎるんで、流れで言うと逆なんですよ。逆です、うん、あったらいいねの便利道具です、これ。キャンプ用の串。あ、そうなんだ。うん、竹箸ってあんまないじゃないですか、普通の一般ご家庭。うん、で割り箸でもいいんだけど、割り箸より先が尖ってて、僕はこっちの方が好きですね。で、硬いし。素材は竹？竹だと思う。あ、竹じゃないのか。役に立つんだか立たないんだか分かんない情報。そういうやつでやっていこうと思ってるのに。何が？TikTok。役に立つか立たないかわからない。違う。何？役に立つって言うんでやっていこうと思ってるのに。あ、そっか。TikTok いつやんの？うわ、あれもうやりますよ。うん、今ロゴ昨日作った。ロゴ作った？うん、もう今ね、カンタさんが動画編集とあとデザインとかどうですね。いられとかフォトショーとか。カメラも買っちゃったりして。これいただきました。あ、いただいたんだ。これはね、カンタさんのクリエイティブなことがまた増えてきますから。
そのなんだろう、 SNS でも発信ってよくメディアに取り上げていただいてるときに書いていただくんですけど、うん、俺してねえなとか思って、うん、自分で発信してるの私そうで、そうなった時にね、自分でもなんか誇れるとか、あとはプラスアルファで僕もスキルというか、なんだろう、人間としてなんかやっていきたいなと思って、うん、大事です。そう、今のままでね、独立した時に何も残らないんじゃしょうがないから、うん、そうそう、私が突然こういうのができなくなる可能性もあるからねいつまでもいると思うな、盆栽切るよはい、こんな感じかな。はい、ベビーオイルですね。ベビーオイルで、熱いので、うん、冷めてからやりましょう。はい、めっちゃ良さそうですね。うん、じゃあ開けます。お待たせしました。はい、お疲れ様です。はい、さっきの大きさから比べるとよりコンパクト、うん、今鉢も変えたっていうのもあるんですけど、はい、見た目がちっちゃくなって、可愛らしい模様着の盆栽ができたかなと思います。値、うん、上がりだけど模様着ですね。模様着と、はい、値、うん、上がりで県外とかに絞る必要はないと思うので、こういう模様着の木があってもいいんじゃないかなというふうに思いますので、ぜひこういう素材がちっちゃいのいっぱいありますので、当時のフェス9月の16、17、18にお越しいただいて、いろいろ探しながらいいのを見つけていただければなというふうに思います。ベテランの盆栽愛好家もいっぱいいますので、はい、相談もそうですねしながら購入できると思います。はい、盆栽ってなかなか近所いなかったりとか、うん、聞く相手がいなかったりっていうのが一番のネックかなというふうに思いますので、うん、こういう機会にぜひいろいろ話しながら和気あいあいと盆栽を買うっていうのを楽しんでいただければなというふうに思います。ちょっとこういう形で作ったんですけど、はい、うちに似たような、樹形の木があるので、そういうのを見ながら、最後終わりたいなというふうに思います。だこいつの将来像みたいな。そうですね、はい、じゃあ行きましょう。行きましょう。この木は、立ち上がりから左に向かって出た木がここで急に、右に変わって右流れに帰ったような木になります。うん、うちにちょっともうこれは黒松なんですが、赤松で1個同じような、うん、ちょっとあの今年目切りしてないんでボサボサになってますけど、はい、あの立ち上がりからね、こう左に行ってここで急激に帰って右長いになって、これが差し枝になっていきます。ちょっとこの辺フルパついてるんで上はね外したんですけど、下はちょっとごちゃごちゃになってますけど、左枝がしっかりガチッとしていきます。で将来的にはこういう風に帰ったようになると、うん、これぐらいの木になるんじゃないかな。こうなると、はい、こうなるんだ。あ、でも骨はこっちの方がいいかもしれない、ね、そうですね、幹の動きは、幹の動きは、あと値上がりの模様着っていうと、向こうに、いや、これこの辺もちょっとフルッパまだついてるんで、うん、汚いですけど、ご用ですね。ご用ですね。ここまで値上がりですね。根がこんだけ荒れてるんで相当古い木だと思います、ね、あ、こんだけ白く、まあ、ちりめん肌というか、うん、細かい皮が荒れてるの で白くなってるじゃないですか、はい、これはもう古い証拠ですね。なるほど、はい、まあ、こういう、ね、値上がりの模様木もありますので、かえってこうやって、単純に値上がりで、県外に作るっていう木もあります。あとこっちにも僕が針金かけて木なんですけど、これもちょっとまたフルパ生えてるんであれですけど、ここのすごいねこれ根が、ここまで根っこですからね、これはね、グググってきてこういう変わり木っていうか、こうありますので、またのお家とかね、ね、本当ですね、想像させますよ、ね、こういう値上がりの面白さっていうのは、独特の面白さがありますので、はい、ぜひ、あれだけ素材があるので、いろいろ選びながら将来的にどうなるかなって思いながら、ちょっとここにいただければなというふうに思います。はい、はい、この動画がいいと思ったら、いいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。でコメントでまたこういうのがいいなっていうのがありましたら、そういうコメントいただいて盆栽ライフ楽しんでいただければなというふうに思います。プリーズサブスクライブ、サムズアップよろしくお願いします
言い切りみたいなね。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。